きましょう。お願いクエストか、後ででもいいってことな。クエストの報酬めっちゃいいからやった方がいい。はよ言え。はよ言えペコ、クエストの報酬がそんなにいいの。あ、クロスブーメランだったよ。なんでブーメラン買ったんですか。はぁ、お前には確か落とし穴が。仕掛けを作った張本人が下手打って穴を開けるわけにはいかねえ。あ、なるほどな。回り道していくとしよう。オッケーオッケーオッケー、ありがとうね。あ、そういうことね。あ、右行けということね。お前喋れんだね。すげえじゃん、知能高そう。てかあいつ浮いてね、みんなも言ってたけど。あいつ浮いてるじゃん。あいつ浮いてるし意味ないんじゃないの。ここをまっすぐ行ったらヤバいペコだから、あれ待って、キラキラしてわー、セーミュー、え、セ
セーニャ、こいつがお前の妹だって。ねえ、思ったよね。カミヤペコラも、だってあんた体型違くない？ちょっと待って。どんな時もずっと一緒だって約束したじゃない。ねえ返事してよセーニャ。オープニングの子じゃん。え、姉妹？え、ちょっとやばい。姉妹で嫁探さなきゃいけないってこと？え、てか、いや、似てるけど。私、人を探していて、疲れて泉のそばで休んでいたら、そのまま眠ってしまったようですわ。え、なんで姉ちゃんこんなちっちゃいの？女の子、少女みたいじゃん。でも、この人はなんか、大人っぽく見えるようだけど。なんで？なんでこれ。え？あんた、私がわかるの？ん？どういうこと？何年もお姉様の妹をしてますもの。ちょっと姿が変わったくらいで間違えたりしませんわ。これ本当ですか？やっぱオープニングのさ、ちょっと大人っぽい子の方が本当の姿で踊ってこかん。倒れ方しないでよ。何ちっちゃくなってんの？てっきりあんたが。かわいい。なあ、お取り込み中のところ悪いが、セーニャってのはお前の妹なんだろ？一体どういうことだ？そうなるべくだよね、普通にね。実は私とこの子は双子なの。あ、双子ペコなんだ。こんな見た目になっちゃったのは深いわけがあるのよ。何？何があったペコなの？私をさらった魔物はね、ドリコンバットにしてたくさんの人をさらっては魔力を吸い取って集めていたの。あ、そういうことか。魔力を吸い尽くされないようにこらえていたら、どんどん年齢の方も吸い取られたみたい。え、そういうこと？それで今はこんな格好ってわけ。ある意味ラッキーペコちゃん、ずっと若くいられるってことペコでしょ。つまり魔力の会社もらえたら、ね、私はれっきとした年頃のお姉さんなの。これからは子供扱いしないでよね。はい、でもその見た目に言われると説得力ねペコだな。お前体がそんな状態じゃこの先やっていけないんじゃないか。あ、魔力を吸い取られたから物理攻撃なのか。だからあんたたちにはあの魔物から魔力を取り戻すまで付き合ってもらうわ。はいはいはい、わかりましたと。私からもお願いいたします。え、すごい正しいな。回復呪文で皆様のお手伝いをしますわ。 ありがてー。回復薬をきちら。いや、いいね、このよ、いいじゃん。4人、あ、ダッサ。いや、てっきりさ、ペコラ、ハンターハンターのビスケみたいなさ、あれかと思ったペコだよ。システムなんかと思ってた、隠してますみたいな。行くか。ここで、一回見るか。また大事の根があるペコだから、ここでかざしてみよう。さあ次はどんなトリックを見せてくれるペコですかと。あ、来たね、おバカちゃんが。来た。おっと、いけねえ。ここを通るには合言葉が必要だったな。何こいついちいち喋ってんの。かわいいな。そうだ、闇心あれば影心。闇心あれば影心ね。オッケーオッケー。闇影ってことかな。任せなさいと。かわいいなこいつ。もう言葉が出ちゃうんだろうね。もう出ちゃうんだよ言葉が。もう喋っちゃう。ペコラみたいなもんだよね。こいつゲームやってる時も一人言だと、もう、あ、こっちじゃない、違うこっちでしたねみたいな感じで多分言うタイプだろうね。なんかわかるもんペコラ、そういうタイプペコなんだよね。だからもう実況向けだよ、実況向け。この子、この影の子は絶対実況向け。あ、どこから多分声が聞こえる。ここを通りたくば合言葉を言え。闇心あれば影心。よし、来た。こんにちは。あ、いた。え、待って、なんかやばいやついるんだけど。何あいつ、デプリントしたやついる。俺があれだけ注意したのに獲物に逃げられやがって。ごめんなさいじゃ済まねえんだよ。
すまねえ。あのベロニカという女はただものじゃねえ。桁外れの力と極上の素質を秘めた、何年に一度現れるかわからない逸材だった。相当やべえ曲じゃん、ベロニカ。あの女の魔力を全部納めすれば、いずれ現れる魔王様の右腕になれただろうに。それをお前らは、お前らはちょっとかわいいペコだね。間違いないわ、あの魔物たち。ホムロの里で虫風呂に入っていた私をここまでさらってきた奴ら。変態な奴らだな。女風呂に入ったの？あの竜のそばに大きな壺があるでしょ。うん。私の奪われた魔力はあそこにみっちり閉じ込められているはずだ。あれをじゃあ割っちゃえばいいってことペコじゃねえの？なるほど、あの壺の中にお前の魔力が。さてどうしたもんかな。好き怒ってんじゃん。ウィア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 。なんじゃ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 。お姉様、かわいいセーニャ。ん、あらまっちゃーん。やばいよ。なんでおめえらはこのデンダ様のアジトに勝手に入り込みやがって。なんでかんだと聞かれたら答えてあげるというの。なかせ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 。おめえらは俺が取り逃がした獲物をわざわざ届けに来てくれたってわけか。違います、魔力返しな。家宝はぶち切れて待てとはこのことよ。さあ、ぶち切れて待てってそんなことあるわけでいくのか。こいつらの魔力全部吸い尽くしてやるぞ。吸い尽くして何する気なの、こいつら。こうなったらやるしかねえ。オッケー、油断するなよ。了解、任せろ。そうか、思った以上にこいつでかいぞ。出んな、ちっちゃいと思ってた。もうちょびっと行くぜ、野郎ども。25、ちょっと神様。いや、セーニャ、いや、いや、ちょっと待って、なんかセーニャと神となんかあれだな、近いな。なんだこれ。ここで決める。ふざけんな。ここで
魔王様の右腕になるという俺様の野望もここでついえるのか。もうちょっとお前は強くなるべきペコだな。おい、その魔王ってのはなんだ。さっきもそんなこと言ってやがったな。いずれ魔王様にやられちまうおめえらに何を教えたって無駄さ。命あっての得だねとはこのことよ、うん、その魔王様も勇者ペコーラにやられちまうペコだけどな。地獄で見てろと。いや、聖女神だな。ありがてえ、マジ。このパーティーに女神が現れた。あ、そうだ、ペロニカの魔法も気になるってことだね。私の魔力はその壺の中に閉じ込められているみたいね。やば、今のウィンクにちょっと心打たれたわ。ズキューンきた。かわいい。もうゴンバラ、吸わなくていいの、ベロニカちゃん。これで魔力が戻るといいんだけど。戻らなかったのですね。笑ってる。え、なんで魔力は戻ってるの？なんで姿戻らないピカなの？ご心配なく、この通りすっかり元通りよ。え、魔力が頭のてっぺんからつま先までギンギンに満ちているのがわかるわ。ギンギンに満ちてんの？ですがお姉さま、そのお姿は…ね、ね、思ったピカ。ん？年齢までは元に戻らなかったみたいね。マジかよ。まあ、ありペコだけどね。せっかく若返ったんだし、まあいいわよね。その姿めっちゃ似合うペコだしね。まあお姉様らしいですわね。なんだかそのお姿のお姉様も愛おしく思えてきましたわ。いや、聖にはマジでなんか清楚って感じる子なんで、汚れを知らない。ねえお姉様、あちらの方のこと気づいてまして？かっこいいペコですか？ええ、もちろんよ、セーニャ。あんた気がついたみたいね。困るな。の姉妹に取り合わないでもろてもいいペコでしょうか？困っちゃう、どうしようペコだな。どっちにしようペコだな。命の大樹に選ばれし勇者よ、こうしてあなたとお会いできる日をお待ちしておりました。私たちは勇者を守る宿命を負って生まれた聖地ラムダの一族。これからは命に変えてもあなたをお守りいたします。あなたは災いを呼ぶ悪魔の子などではありません。里の者から聞かされていました。私たち姉妹が探し求める勇者は瞳の奥に温かな光を宿していると。まあ私は最初にあんたを見た時から全部分かっていたけどね。え、ってことは二人してペコーラを一生聖地ラムダの一族か。あれなの、俺の読み通り。てくれるってこと。どうやらお前は本当に世界を救う勇者だったみたいだね。そうや、ペコーラは勇者だよ。え、二人してあんたにはまだ話したいことがいっぱいあるんだけど、 その前にもうちょっとだけ私に付き合って。もう一人助けてあげたい人がいるの。ここからしか入れない部屋があるはずだから一緒に探してちょうだい。オッケー。あ、え、てかルコちゃんのお父さん、そういうこと？マジかよ、最